はい、皆さん、こんにちは。気持ちです。英語落語やってます。さあ、今回もラジオで動画、おしゃべりお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。さあ、今回は、前にも、ラジオにしたかもしれませんけども、改めて話していきたいなというふうに思います。なぜ英語落語をやってんの？どうしていきたいの？っていう話です。2010年から始まったこの旅です。英語落語家としてのね、旅です。2013年からはフリーランスの英語落語家として活動しています。今は世界を笑いと感動で包みたいという、モットーというか、理念というか、そういった気持ちでやってます。でも最初はそんな気持ちはなかったです。最初からそんな気持ちではやってません。多分やっぱ話したかな、ラジオで。もともと英語学習仲間の発表会っていうのがきっかけです。それぞれのね、参加者が英語にちなんだ何かを発表するっていうイベントですね。ですから、それで何かをやろうっていうネタを探してただけで、絶対英語落語じゃなきゃダメだっていうわけでもなかったんですよ。たまたまです。お芝居か、一人芝居か、英語落語かみたいなぐらいだったんで、そんなに愛着はなかった。そもそも落語見たことなかったんで、でも一人でやるっていうようなイメージはあったね。それで選んだぐらいです。じゃあなんで続けていられてるのかというところなんですけども、多分もちろん、理性の方の理ね、理科の理、断りの方ね、理の方でを話すと、落語って基本的にダイアログで構成されてるんですよ。もちろんモノローグ、語りの部分はあるんですけど、ダイアログで構成されてます。構成されている。そこがすごく大きな違いなのかな。講談と落語を比べるとどうって言われると、講談の方が比較的モノローグが多い印象ですよね。逆に落語はダイアログが多いというふうな印象があります。で、それが英語落語になると、ダイアログを中心するということは、例えば TOEIC のパート3とか、英検の会話の問題だとか、そういったところ、すごく、英語落語の稽古であったり、英語落語で物語を作っていく発想が、このアイテムライティング、問題作成じゃないんですけど、すごく、英語の習得、英語力の向上に役に立つんですよね。もともと当然ながら落語って日本語でできてるじゃないですか。で、その日本語でできている落語を英語にするっていうことは、いろんな必要性を感じるわけですよ。なんか日本の習慣をどうやって英語で説明しようとか、そういったとこもそうですし、こういう会話をしていきたいんだけど、どういう言い回しがいいんだろうかっていうような必要性というアンテナが立つんですよね。で、そのアンテナが立ってると、例えば映画を見た時であったりとか、本を読んでるような時、音楽を聴いてる時、英語のね、そういったところで、このフレーズ使えるなんていうことがまあまああるんですね。そうすると、英語力がアップにつながるっていうことになるんです。これは自分が英語落語を続けている理由の断りの方です。理の方です。論理の理の方ですね。あくまで理です。断りです。でも、人は理だけじゃ動かないじゃないですか。人を突き動かすのは、自分の心を燃やし続けるのは勘。勘がいいの勘じゃなくて感情の勘ね。心、感情です。で、それが燃やし続ける燃料になって、モチベーションになって、前に進むじゃないですか。ずっと続けられるっていうことになると思うんですよね。で、それが、自分にとってその勘っていうのは、お客さんからいただく笑い声であったり、悲しみすすり泣いてるような感動してもらってるような、いうものっていう
人からもらえる勘だったりするんですよね。なんかね、前もそのラジオで言ったと思うんですけど、芸の神様が迷えるような瞬間、こう観客と一体になったようなこう瞬間ってあったりするんですよ。これが自分の中で理ではない心の部分になってくるのかなっていう。で、もう一個踏み込んで話をすると、これ、トーストマスターズクラブで最初に作ったスピーチ、自己紹介のスピーチで紹介したんですけど、こう、二つの色のコンサルタントっていうような感じでスピーチ作ったんですよね。で、どういう意味なのか、どういう色なのかっていうと、黒と白のコンサルタントっていうような部分で話をしました。どんな話かっていうと、自分がやってる他の部門の仕事、まあそれもコンサルみたいなもんなんですけど、そこではですね、いつも最悪の展開を想像するんです、最初に。お客さんに対してね。お客さんの相談に対して。で、それって、ね、予想が、自分がした予想ね、が当たると、最悪の展開が当たるわけなので、お客さんっていうのは大変な状態に陥るわけですよ。悲しい状態、不幸な状態ね。コンサルとして予想は当たるわけですけど、お客さんは大変な状態になる。で、予想が外れました。そんな大変じゃなかったねと、最悪の事態免れたねっていうような状態で予想が外れると、お客さんはハッピーですよね。回避できたわけですから、危険がね。でも、自分としては予想は外れるわけですね。で、もちろん、自分の予想が外れることのに対する喜び、悲しみよりも、お客さんが危険を回避していることに喜びを感じればいいんですけども、もちろんね。まあ、なんていうかね、ウィンウィンじゃないみたいな感じがあるんですよね。その点、英語落語って、まあ、パブリックスピーキングでもそうかもしれないんですけど、こう、笑いどころ、泣きどころっていうのが、こう、ストーリーの中で、ここで笑ってもらえたらいいな、ここで泣いて、ここが感情が高ぶるところだよな、みたいなところで、こう、なんかフックを作るわけですよね。で、そうすると、そこでお客さんが笑ってくれたりとか、感動してもらったりってなると、こう、お客さんもの心を動かすことができて、自分もそこをこう抑えることができたっていうで、なんかウィンウィンな感情を感じるんですよね。まあ、結局でもそれもちょっとした理屈みたいになっちゃってるので、なんか、もう、自分にとっては心感なんですけど、こうやって話すと理になっちゃうの、断りになっちゃうのかなと思うんですけど。まあね、もっと、いろいろ大変な時代があったんですよね、何年か前に。本当にやばいタイミングがあって。で、そんな時に寄席に来てくださってたお客さんの笑いだとか、そういった感情の動きに、自分自身がね、救われてた時があったんですよね。大変だったんだけど、みんな笑ってくれてるみたいな。で、すごくこう、よかったよ、よかったよっていうで、自分の一挙手一投足に対してこう、お客さんの心がね、動いていくっていうところで、すごく自分の存在意義をすごく感じれたっていうか、そういう、その瞬間があって、なんていうか、シェルターみたいな感じだったんですよね。お客さんとの作り上げる空間が、空気が。自分にとってね、逃げ場っていうか。それがあったので、で、多分ね、英語落語なかったらね、ひょっとしたら今の自分がないぐらいな感じだったんですよ。だから、まあそうやって生かしてくれた英語落語に対する、まあ恩返しというと変ですけど、これからもお客さんに対して笑いや感動を、お届けするというか、お客さん、自分の英語落語で世界を笑いと感動で包むことができたらなっていうふうに思って、で、これからも包み続けたいっていうふうに思っているのでやってると。いうふうなんですよね。ほんと最初自分の都合ばっかで、英語学習仲間に見せる、なんだろう。普通になんか英語の勉強だけじゃない、
ものを見せられたなみたいな、自分をよく見せられたなみたいな感じで始めてたんですけど、いつしかそれ、その後、喜びを覚えて、そして自分がプライベート、仕事やプライベートですっごい辛かった時代に、お客さんの笑顔に救われて、存在、自分の存在の意味というか意義を感じることができたっていうふうに思ってからは、もっと大きなところで、なんていうかな、自分だけじゃなくて、自分を通じて、世界に楽しんでもらいたいな、世界に感動してもらいたいなっていうふうに思うようになったですね。だから、採算とかね、よく言われるんですけど、食べていけるのとか。もう本当ね、聞いてくださる皆さんはね、多分何の気なしに、悪気もなく聞いてるから、聞いてくださるんで、もういちいち噛みつくの嫌なんですけど、本当はね、もうどうでもいいんですよ。食べていける、食べていけない、いけないっていうのはね、そういう意味で言うとね。だから聞いてくれるなって思うんですけど、興味があるんですよね、きっとね、皆さんね、食べていけるのっていうね。で、食べていけない時とかもありますよ。水商売みたいなもんですから。で、採算が、取れないことだってまあまああります。だけど、続けていきたいっていうふうに思ってるんですよね。だから、他の部門でもちゃんと、成り立っていけるようにね。やって、そういう話をよく、マネージャーの、おしずとよくそういった話をするんですけど、だから、ピュアな、気持ちで言いたいんですよね。英語落語に関してはね。そういう意味で言うと。パブリックスピーキングも最近はそうですけど、英語落語は原点なところがあるので、表現という意味でね。笑いと感動に包んでいきたい。それによって自分が癒されると。自分が守られていると。自分の存在を自覚できるっていうような、そんな状態ですね。ですね、これからも、世界を、笑いと感動で包んでいきたいなというふうに思ってます。なのでというと変ですね。よかったら、そんな輪の中に飛び込んでもらえたらなというふうに思ってます。一回でもいいんでね、気持ちの英語落語を見に来てもらえたらなというふうに思ってます。今日はなぜ英語落語をやってんのかということで、自分を助けるためにやってると。恩返しで世界を笑いと感動に包むんだと。恩返しでやってますと。みんなの笑顔を見て、みんなの泣いてる姿を見て、感謝してますというふうに、そんな形で、なぜというところの話をしてみました。また忘れた頃にラジオで話すから、この話。ということで、またよかったらね、また別のラジオ動画も聞いてもらえたら嬉しいです。おしゃべりお付き合いください。ありがとうございます。また別の動画で。お疲れ様です。おやすみなさい。ありがとう。